皆さんこんばんは、りょんくんチャンネルへようこそ。りょんくんでございます。本日はカメラを開封していきます。カメラをね、もうここに来てますよね。はい、今日は開封なので特に話すことは考えてないんですけれども、非常にワクワクしております。はい、それでは行きましょう。りょんくんチャンネル始まります。それでは開封していきましょう。よし、非常に丁寧に包装していただいてますね。今回はヤフオクで買いました。はい、ドン。すごく丁寧にね、包装してくれてます。封印を解いていきましょう。いきますよ、せーの。おいー、きたー、きたー。これめっちゃ綺麗だな。さすがだよ。ちょっと後でもうちょっとね、傷がないかとかチェックしますけれども、はい、振動品の D5200 でございます。 D5200 きた。はい、D5200 でございます。いやー、買ってしまいましたね。めちゃくちゃ安かったんですよ。もうずーっとね、狙っていました。で、本当に安いのが来たので買ってしまったということでございます。はい、どのぐらい前ですかね。これ発売になったのが2012年の12月でございます。もうね、世代で言うと2世代前です。2世代前ということで、非常に細かいスペックの説明は今回はしません。はい、で、私が買った目的としてはもう写真ですよ。写真、もう動画はこの J3 と GX8 がいるので写真です。はい、で D5000 系を買ってるから分かると思うんですけれども、まあ液晶がね、液晶がバリアングル液晶なんですよね。で、バリアングル液晶ということは自分に画面が向く、そしてこいつは動画を撮ることもできますということで、2世代前ではあるんですけれども、まあ、ニコンさんの、まあ、動画の画質はどのぐらいなのかなっていうのも、まあ、今後ね、比較できればなと思っております。はい、すごい振動品なだけあるね。マジで綺麗だぞこれ。めちゃんこ綺麗だぞこれ。バッテリーはついてるんですよ、説明欄通りだと。ついてますね。はい、 ENEL14 がついてます。はい、あー、いいね。全然持ちやすいじゃん。めっちゃくちゃ持ちやすいよこれ。すんげえ持ちやすい。これがミラーユニットです。見にくいと思うけどね。たまらん、これはたまらんぞ。うわ、やーべー、たまんねえこれ。すごく今更なんですけれども、ちょっと細かくね、ご覧いただきたいと思います。D5200 こんな感じでございますよ。いや、いかっすね。やっぱこのニコンのこのレッドライン、たまらないものがあります、私としてはね。はい、で、私はね、以前 D3200 と D7000 を持っていました。はい、なのでまたね、ニコンにちょっと戻ってきちゃった感じです。はい、めちゃくちゃ綺麗ですね。とても綺麗。はい、背面がこんな感じです。本当だったらね、液晶保護フィルムを貼りたいんですけど、注文中です。まだ届いてないです。はい、うん、液晶もとっても綺麗ですね。電源入るのか。入る、フル充電されてますね。すげえ、一瞬で消え上がる。あと追加で買ってあるものがあるので、そちらのご紹介もしていきましょう。はい、まずこれですね。リモートレリーズでございます。非常にシンプルですね。互換品でございます。はいはい、そしてこれが、これもね、互換品なんですけれども、これがバッテリーチャージャーと
予備バッテリーでございます。チャージャーがね今回ついてこなかったので買いました。互換のバッテリーでございます。でこのタイプねありがたいのが USB で充電できるんですよ。これモバイルバッテリーなんかで充電できるので非常に汎用性が高いと思います。買ったものは以上です。嘘です。はい、本当にこのボディだけでは写真撮れませんよね。ということでレンズも買ってあります。はい、よし、せーの、よいしょい、こちらです。 AFS DX ニッカー 35mm F1.8G でございます。はい、はい、こちらですよ。かっこいい、このニコンのゴールデンパッケージね、これね。いや本体よりなんかこっちの方がねテンション上がるのは何なんでしょうね。以前D7000 と D3200 をね使っていた時にも、実は持っていました。はい、だからまた買い直したんですね。はい、でこちらはねカメラの北村さんの、備品です。でこれもね、安くて状態が良かったので買ってきました。はい、じゃあ開封していきます。これフードですね。これフードと、説明書類ですね。おいしょい、それではいきます。せーの、おえー、きたー。 35mmF1.8 単焦点レンズでございます。はい、どうせ私はねキットレンズなんて使わないのでボディだけ買いました。でボディとこの単焦点レンズですよ。これもね非常に状態がいいんですよね。これ懐かしいな、すっごい懐かしい。やっぱりそのレンズを買ったらね私はやることがあります。はい、それがフィルターの装着でございます。はい、で今回ね使用するフィルターがねもう知る人ぞ知るニコン純正のレンズフィルター、ニュートラルカラー NC フィルターでございます。 52mm 系ね。はい、これが以前持っていたこの子についていたのがこれです。はい、いやーなんか感慨深いものがあるよね。撮っといてよかったなと本当に思っております。はい、じゃあつけましょう。できました。これですよね、ニコン DX と書かれています。でここがピントリングですね。無限に回るタイプではないですね。でこれがさっきのねレンズプロテクターですよね、メイドインジャパン。でここでオートフォーカスもしくはフルタイムマニュアルですかね、ちょっとニコンさんでどういうか分かんないんですけど。でこっちにするとマニュアルモードということでございます。はい、早速ね合体しましょう。合体、はい、お分かりの方多いと思うんですけどニコンはパナソニックと、レンズをねねじ込む方向が違うんですよね。はい、それを分かってないと装着できないんですよ。はい、早速ねこいつでちょっと写真を撮ってみたいと思います。はい、エクセリアで撮ってみたいと思います。はい、SD カードスロットはここですね。さあでは撮ってみましょう。それでは撮ります。今聞きました、シャッターを。60分の1ではちょっと遅いのかな。500ぐらい撮ってみようか。もう一回いきます。なんだこれ。連写で撮ってみましょう。連写でね、安定して連写できる枚数が今4枚と表示されますね。しかもファイン
です。JPEG のファイン。で、JPEG のベーシックとかノーマルも試したんですけれども、4枚でした。そんなもんでしょうか。これね、ファインダー倍率が、スペック表だと約 0.78 倍と書いてありますけれども、これはね、35mm 換算してあげないとダメなんですよね。1.5 で割ればいいんですけど、この子のファインダー倍率は 35mm 換算すると 0.52 倍です。相当ちっちゃいですよね。まあ、GX8 は 35mm 換算で 0.77 倍なので、だいぶちっちゃいんですけど、これですよ。これ以前 D7000 でも使っていたんですけれども、これはね、パナソニックのカメラ用の、マグニファイヤーです。はい。これが、以前 D7000 にも付いたので、多分付けられるんじゃないかなと思います。はい。ものとしてはね、こんな感じですよ。で、これのアイピースをね、取るわけです。はい。簡単に取れますよね。そして、これをついたわ。完璧ですね。完璧についてると思う。バリアングレクションも稼働しますね。はい。ちょっとこれでもう一回覗きたいと思います。さすがにメガネが邪魔かな。パナソニックのマグニファイア自体がそんなに倍率高くないので、そこまで劇的な変化はないんですけれども、多少はね、大きくなります。うん。ただ、メガネをかけていると、ちょっとね、目が遠くなっちゃうので、端っこの方は、ちょっと見にくいですよね。まあ、そこは致し方ないかなと思います。はい。やっぱりその、光学ファインダーですよ、OVF。OVF、でやっぱりその EVF と比べると倍率はやっぱ低いですけれども、めちゃくちゃ綺麗に見えますよね。だって何万ドットとかじゃなくてそのまま見えるわけですからね。もうだから写真用として買ったっていうのがあるわけです。はい、ということで本日はここまででございます。はい、次回以降ね、この D5200 で動画を撮ってみたいと思います。で、GX8 もしくは G7 と、比較をして、どの程度の画質が得られるのかっていうのをね、確認したいと思います。はい、非常に長くなりましたけれども、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。りょうくんでした。バイバイ。